セリフか。お腹すいた、お腹すいた、お腹すいたぞー。パンチ先端強症、バブルケーキのパンチ。はい、よきボタン。はい、よきボタン。よきボタン。ナイトゴー。美しいボタンじゃん。名誉初手ボタン。ありがとうございます。いいや。名誉初手ボタンですよ。名誉初手ボタンです。何の記念日ですか、じゃあ今日は。キャラ像記念日です。ありがとうございます。まんまじゃな。おめでとうございます。今日ボタン意識高い人多いから。思い切って言っちゃってもいいけどな。見て目で。早っ。もうこれ多分無理だな。ナイスです。おー、ナイボー。綺麗に勝ち合いました。大変申し訳ございませんでした。あら、いや、こちらこそ。いや、全然次やったら潰すからね。次はないと思う。左から2番目と3番目だと思ってます。ごめんなさい、アドミンちょっと使っちゃいました。あれ大丈夫です。はい。はい。いっぱい見てください、ドミン。たくさん見てください。たくさん見てください。はい。10分くらい伸ばしてください。よし、トータスさんのタスクを遅れすることができた。早いんじゃなくて、あなたの奥のタスクと人の命どっちが大切なんですか、答えてください。面倒くさい回答。いやいやマジで、いやいや、クルーの鏡やろこんなん。早い。白です。面倒くさい彼女。早いは早い。どっちが大事なんですか。焦って早くなっちゃったの。カキさんになんか押されるみたいな雰囲気あったから。いい、押させろよ。いやーマジな。トータスさんだと思ってます。トータスさんメインシャワー室からメインに抜けてって、うん、アーカイブの弁当から出てきてアーカイブのところから出てきました。それ言う。俺弁当は使ってないな。使ってないです。弁当は使ってないけど切りました。いや切りましたね。一応メインの女性のところで死んでました。にれたま。あれ、トータスさんってメインどっちが、どっちが死んでたんだっけ、メインの女性で。リネ様です。はい、トータスさんってメイン引き返していかなかったでした。ああ、メイン家行って、そのまんま、停電になったんで上直しに行って、うん、船頭さんと重なってそのまま右へ。え、嘘？はい。白いなぁ、トータスさん。お互い。で、バブルガムさんと最後、どこや、ラウンジですれ違って。そうです、ラウンジ。バブルケーキさんや。ガムさんやねん。雑、めちゃくちゃ雑。じゃあ、あ、今の聞いて撤回って感じですか、瀬野さんは。撤回できるかもしれません。停電中だったから上に行ったは結構納得できちゃったなっていう感じです。カメラ見てた人は寺蔵です。うん、
アーカイブでバブルケーキさん、エンジンで R さん、金庫に誰かいたような気がしたけど忘れた。金庫じゃなかったっけ、貨物だっけ、忘れちゃった。あともう一人見たんだけど。金庫は貨物、誰だ。ミーティングの僕のじゃないですか。ごめん、先端はたまたま見れなかったんだと思う。はい。うん、はい。それ金庫か貨物、自覚ある人いないんですか。あ、停電中に三社さんかリネさん、どっちかとすれ違った気がバブルケーキします。濃い紫っぽい色。どこで。ラウンジ周辺で。三社さんなのかな、それ。うん。一応線もすれ違ってて、シャワーにいるときにリンネ様がシャワーのタスクやって下に降りて、トータスさんがシャワー上から来て、うん、タスクやってたのは見てます、うん、でその後下に降りてったって感じ。シャワー室どこでしたっけ。シャワーメインの女性のところです。新田さんって今ミーティングのどこにいます。トータスさんミーティングの違う、ね、左側で終わった気がします。あボタンを押そうとしてたから。ミーティングいますか。僕います。ミーティングです。下でボタンを押そうとしたときに、ああ、そうでした。ちょうど左から上がってカメラ見てかな。あれるかな。ちょっと様子見て。ナイスボタン。ナイスボタン。あ、間違えた。うん、ほんまにごめんなさい。まあ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 。ミーティング待機誰だった？トタさん。カキさん。トタさんですね。俺は一瞬降りてすぐ上がります。R さんもいたかな。そう、僕はしごチェイスしてました。え、あとさっきの状況他に白弾きできる人いない？カキさんとパンクの位置は。カキがタオルタスクやってたんですけど、センターさんが、シャワー室抜けてったのと、バブル線路が並走して下っていくのは見ました。あ、え、バブルって下ってってるの。え、下ってってんの。え、下ってませんよ。え、そう、あれ線路ちゃんと誰かが最後の最後ですか。リンネさんじゃん、うん、それリンネさんなんじゃないですか、うん、色的に。リンネ様、それやったらバブルケーキさんのラウンジですれ違ったリンネさん説。ああそうね、じゃあ三社さんがそのまま違うってリンネさん。でもリンネさん発見でしょ。でもそうです、リンネさんも倒れ、だからセルフってことやろ。そのカキさんがそのすれ違ってるのがそう。あれ違う。全員出しましょう。パン君は、パン君シャワーです。嘘あれ、めっちゃ俺やんけ。どれどれ切れんのそれ。のすけさんどこなんだっけ。のすけはミーティングです。はい、宮藤さんカメラ、先端さんミーティング、左でカメラ見られてない。え、でも千野ちゃんと誰かが下ってくのは見たよ。千野ちゃん目線でも見えるぐらいの距離やったけど。じゃあそこに人いる。停電でも見える。まず、うん、シャワーっていう狭いし。でも停電その時はもう開けててシャワーに下って、うん、そうそうそう、死体発見って感じで。で、柿さんとパンクさんは見てないんですよね。え、マジ。下ってったのってアーカイブからですか。アーカイブからです。三社さんの目撃証言言ってた人をもう一度出してくんない。三社さんの目撃証言出てないんじゃないですか。出てない。バブルがリンネさん、バブルがどっちかですけど、今の話聞く限りリンネさんっぽかいっぽいなって感じです。うん、カキさんのやつを生徒するんだったらリンネさんっぽい。うん、結論誰がキルできるんですか。アドミン壊れてましたけど誰使っても使いました。あ、それ僕らです。普通に壊しました。バトや。普通に壊した。言うの忘れたんですけど、あの覚えられませんね。普通に壊すな。普通にごめんなさい。スケさんと千野さんと寺尾さん殺したいな。なんかマットっぽいな。容疑者に入ってきてくれたかな。セリフか。
テラゾウさん、テラゾウさんメインホールぐらいにいたと思います。ラウンジからメインへ行ってるんじゃないかな。じゃあカウンターラウンジぐらいにステレッチがあったよ、うん、はい。でその後にシャワーからアーカイブに入るときにのすけさんが、シャワーに降りて、僕がリフト右で、ね、直してるので、のすけさんのその後の行方を知りたいです。僕は、アーカイブシャワーメインエレキです。多分降りて右上の勝ちをしたかったんですけど、できなかったぐらいやと思う。うんうん。もしもし。ごめんなさい、ごめんなさい、電波おかしかったかも。すいません。推定場所、したい場所はどこですか。メインメレキ、メレキ、エンジンメインエレキです。絶対俺のことインポーサーです。エンジンはおそらくないかと思います。うん、わかんない、わかんないな。最後に人乗った人誰ですか。その人キルできないと思ってます。センターさんです。はい、僕とセンターさんがエンジンから上に行って、センターさんが右に乗ってってる感じなんで。なんでエンジンがないんですかね。エンジン僕がとそこ通ってるからないと思いますけど、キルその他の人の位置次第で多分死体が、うん、他の人の位置ちょっと聞きたいか。はい、バイタルダウンロード。ファブルケーキセキュリティです。最後カキが武器庫です。あれトータさんは、どこでしょう。バイタルのダウンロード。バイタルなの。アーカイブから所定ラウンジの方へ抜けていくのは見てます、うんうん、診察上のドアは開いてる。貨物側は開いてるはず。停電直したらパン君以外はいないんですよね。いない。はい、いないと思います。まだ開いてます。目線で、先端さん、パン君、千野さんがもう隠してるんです。うん。パン君、千野さん。パン君もか。直してるのであれば、だって。え、所定キルは？あ、所定？隠しろではないと思う。今のキルなんで、今のキル。今のキルのみ。え、パン君、あ、そうかそうか。パン君って右、昇降機右か。そうかそうか。うん、めっちゃ怪しいやん、俺。ちょっとスキップお願いします。めっちゃ怪しい。いや、決め打ち盤面です。あら。うん、追放しないと。ああ、やばい。やられた。やばい。のすけさんボタンあります。はい、します。ボタン押します。はい、ボタン押します。これで全員ボタン使ったな。いい展開。のすけさん釣れれば一番いいな。はいはい、はい、うーん、まあ今割と必死に R さんがなんかドア閉めとかサポートしてたなって思いました。まあ何だそれ。何の考察なんすか。俺が多分立ち止まったからですね。あののすけさん、僕所定のダブルキルがミーティングにいる、誰も侵入されてないけど、センターさんって商店宿舎前の通路の扉開いてたじゃないですか多分。いやごめんなさい、覚えてないです。あ、まあ、浮き位置ではあると思いますね。うん、結局見合ってないんで。だから僕太鼓を上げるとしても、うん、そうやな。僕ね、うん、あのね、千野さんあんまり黒く見てないのと、トータスさんもそんなに黒く見てなくて、はい、あ、そうじゃん。ダブルキルのすけさんできないじゃん。で、やばって、でも、浮き位置しようね。そういうことやろ。だって、2日目で俺を釣ろうとしたってことは、1日目浮き位置っていう精査や。だから俺が今できることは多分対抗出すことやねんけど。そうですね。で、2日目のキルは、シャワーで死んでるんやったら、トータスさんのベントキルはあるとは思うけど、うん。ただ、クキさん、バブルケーキさんが石油武器にいるのが、誰も死にがない。テラゾウさん目線 R さんって弾けないんですよね。さっきの弾けないです。ですよね。テラゾウさん切る。だから上げるならのすけさんは R さんかなとは思いますけど、ね。だシャワー侵入がないんだったらのすけさんはエレキで切ってる。エンジン真ん中か宿舎手前ぐらいで切ってる R さんの切るじゃない。うん。だからのすけ R 釣れば。この二択だと思います。うん、落ちそうですけどね。だどっちでも決め打ちしなきゃいけない。R の場合は。いやロラってもギリ間に合うかな。インポスターが釣れれば。インポスター釣れるで。僕の場合ってダブルキルって
寺蔵さんのカメラに映ってるんですけど、その近辺で殺してるってことですか？え、寺蔵さんってアルさんどういう風に言ったって言ってましたっけ？エンジンのカメラに映ってる僕を見たっていう。どういう、メインホールから、俺カギさんと思っちゃったけど、じゃあアルさんなんか。あ、いや、のすけさんはどう思いますか？のすけさん、のすけさんに入れますよ。のすけさんの遺言は？カギさんかな。カギさん？いや、いや待って、わからん。ちょっと待って、わからん。ちょっとごめん、シャワーの僕ボタンないんで、天野さんとそのリンヤさんが行ったっていう情報を出してるのがカキさんだけやからって思っただけ。天野さんは黒く見てないです。あ、確かに。オラできたら強いね。しないでよ。おお、おお、ナイス、はい。めちゃくちゃ R っぽいけど。R さんめちゃくちゃっぽいですよ。全然。あ、俺っぽい、俺っぽいですか？僕今。いや、さっきのパンくんが言ってたあれは何でした？そのなんかアーカイブいましたね、2人。はい、僕メイン脇だったと思うんですけど、メイン脇シャワーアーカイブでリフト右で待機しようとした時に、メインシャワーアーカイブで入ったタイミングでアーカイブの上でずっと止まってて R さんがいて、最後まで動かなかったって感じです。で、最後の最後に、コミが鳴ってから動き始めて、その時にはすでに全部のドアが閉まっていて、アーカイブ下のシャワーアーカイブシャワーの扉を開けてどっかに行こうとしてる R さんの動きだったんで、何やってんのかなっていう。いや今回も宿舎前で湧いて、待って、何秒、10秒とは言わんけど、そんぐらいの時間棒立ちしてたんで。あ、確かに。僕、ロライチなんで、多くの人に死にされて、かつ、動かなければ、僕がキルに関与、ここキルを切ったときに僕、キル関与できないってことはできるんで、でも、キルされる方がいいから、積極的に、あの、いや、違う、僕が動いてると、僕が動いてると、キルできるって見られるじゃないですか。はい、だからキル起きたときに僕の白正面ができるために動いてなかっただけなので、それよりはサボとか向かってた方が。サボタージュ直して死んでる方、うん、死んだ方が容疑位置が1人減るから。そうそうそう、結局ロラなんで別に僕はいいですけど。いやでも8人番目でしょ、別に。だって、間に合うじゃないですか。僕がキルできる陣営として殺されてる、ここで一確実に落ちる。のすけさんの対抗位置ってだって、なんか柿さんって出してなかったの、のすけさん自体は。アンクはどうしたいですか？ここで止めるのもありだと思います。のすけさんの拡散対抗がなんかよく分からなかったっていうのもあるし、どっちもでもいいと思う。結局僕に疑いを向けるのは何なんですか？するんじゃないですか、結局。でもそうするとリアクター直した意味ってなんだろうってなっちゃう。うん。R さんかスキップにしますか、今回は。うん。僕目線はタスクもいけそうだなと思ってるんですけど、どうですか？バブルケーキ次でタスク終わると思います。俺もうちょいかかる、残り5分。多いな。おお、なるほど。おお、うん、頑張ってください。あ、つらい。レポするか。ボタスタンでない人がいいな。お客さんにしよう。セルフかな、これ。はい。はい。はい。スキップに入れまーす。頑張りましょう。 PP か、ごめん、やっぱりローラーするべきだった。あー、入れとっ、8人番目のとこでもタスク終わります多分。僕シェルフなんですけど、誰がインポスターですか？クルーメイトだけ教えてほしいです。トータスバブルピーキパン君が来る。あ、了解です。 R さんか。僕キルじゃないですよ今回。天野さん強人ではないのは知ってます。
ボタンを押せたら押してほしいです。何もない。マークにも近づかなくていいや。ナイス。ナイス。僕に入れます？いや、パン君に入れましょう。あ、オッケーです。R さんがマットメイトで、僕とバブルケーキさんがインポスターで。インポスター。はい、じゃあパン君に入れます。はい、ごめんのすけさん、やったわこれ。俺スキップしちゃった。俺なんも分かってなかった。いやナイスインポスター。いやナイス。あ、ごめんごめんごめん、やったわ。ナイス。ありえなかったわ、申し訳ないっす。よかったよかった。八人盤面だから。あの女性のキル？そうか。でも R さんまでロラしてても勝ってます、ね、2キルで。うん。うん、ナイス！ナイス！よーし！よしよしよし！強かった。うまい。ごめん間違えちゃった。全然わからん。全然覚えてなかったね。うん。インポスターにたどり着くあれもなかった。うん、俺霊界行ってのすけさんかきさんちゃうでって言われて、誰、え、トタさん違うで、え、もしかして千乃ちゃん違うで、え、違う、最高位置上げれなかった、何も分からなかった、全部外した綺麗に。あー申し訳ない。いやいやしゃーないしゃーない、全員が上手かった。俺は俺はもう GG、 もうキルがすごかったですね、女性のがマジで。いやーナイス。おもつでおもつでタラさんが見たのは多分サンシアさんで、バブルケーキさんがそれをキルして、僕はメインホール女戦で、リネさん切って、ベントでリミティングまで行ってますね。コメント。あ、素晴らしい。うまー、なるほど。素晴らしい。じゃあ、あかんわ。ナイスです。やばい。いい連携だった。いやー、よかったよかった。これ寝る前見よう、この試合。勉強しよう。勉強しよう。枕の下置いて寝ようわ。寝るわ。夢見るかもしれない。